ほとんどの人が多いのが、すごい、上のボディができてるけども、この体の使い方ですね。押しっていうのが、この足のスタンスなんですよ。そこはすごいもっと足後ろが行けば、行けるっていう。ただ、後ろ足を下げるっていうのも大事なんですけども、それだけじゃ曲がらない。ので、こう、一気に曲がって、一気に下がるときにですね、こう乗ってる人で、左足、前足が大事になってきます、次は。前足を一個下げて、こうなりますよね。で、ターンに入るんですよ。で、この時に曲がると、やりやすいんですけどね。ここまで行って、まだ板が曲がらないっていう時は、体の使い方ですよ。左手が大事になるんです。左手ですね。こういう感じの人が多いんですよ。こうやって一瞬だけ入れて。じゃあ、カットバックっていうのは、こう、ぐわーって見続ける。そして手で、左手でリードする。この左手リードできない時も、まあ、肩を開かないとダメなんですよね。で、目線を追い続けて、この行く方向をこう見ながら、ステイするのが大事。こういう感じで終わっちゃうと、せっかくできたカットバックも台無しになってしまうんですよ。やっぱ180度ぐらい曲げたい、ドリフトしたいっていう方もやっぱり、こう見続けるっていうことが大事で、その時にこの右手で押してあげるんですけども、右手はどっちかというとおまけ。右手っていうか、後ろの手ですね。後ろの手はおまけであって、左手が大事です。目線で左手を追いかける感じのイメージ。で、こう右手でプッシュする。その時に大事なのが、この後ろ。この後ろの足のここになります。ここをどんだけ落とせるか。こうなってたら、わかります?力が入んないんですよ。右足の後ろに。いかにここに入って、ここで内に入れるだけで、膝を入れるだけで前に体重が減るので、ここをコントロールするんですよね。ここを落としてあげるっていうのがすごい大事です。なのでこの左手でこう作っていくんですけども、最初はまずスタンスです。スタンスを下げて下がらないと。まず板は曲がらない。ロングは特に。でもこんな僕みたいな低身長、低体重でも曲げれるので、それはもう1に。1がいかに大事ってことなんですよね。で、左手でリードするのが大きくあります。左手リードしないと肩が開かず、ロックオン状態になって、せっかく形よくできてるのにもかかわらず、短いっていうのももったいないので、もっとこう引っ張り続けていくと、すごい、この描けるターンができると思います。そうすると、ホワイトウォッシュが見た瞬間に、また波の方向を見ると、ラウンドアスカットバックですよ。Thank you.
後ろに体重がいかないとターンがしにくいです。特にロングボード前に乗りすぎてしまうと全く動かなくなるっていう。例えばですね、ここでここの位置、真ん中よりも前の位置ですね。ここであなたはプロやからラウンドはスカットバックできるでしょって言われると絶対に不可能です。この位置でこのラウンドハウスカットバック僕はしたこともないしできないですね。この今の揺れたら分かるんですけど、この真ん中ですよね。ここに踏んだ時点で板がノーズ上がるんですよ。ここに行くと最初前に折った位置よりはカットバックはしやすくなりますけれども全然曲がらない。むしろまだレールを引っかかる状態ですよね。カットバックっていうのは基本ここのレールを使わないとダメなんですよ。こっからの押しっていうのがこの足のスタンスなんですよ。そこはすごいもっと足後ろが行けば行けるっていう。ただ後ろ足を下げるっていうのも大事なんですけども、それだけじゃ曲がらないので、こう一気に曲がって一気に下がるときにですね、こう乗ってる人で左足前足が大事になってきます。次は前足を一個下げてこうなりますよね。でターンに入るんですよ。